2つの殺人と推理小説が生まれる瞬間はこちら、辻正樹先生のたかが殺人じゃないか昭和24年の推理小説。ミステリー作家を目指す主人公は修学旅行代わりに夏休み旅行に来ました。そこで出会う密室殺人と首切り殺人、戦後昭和24年の風景と主人公への突きつけが強烈な一冊です。混乱と変化の時代だからこその物語、何よりも副題を含めてタイトルの危機が凄まじいです。本作だけでも問題ありませんが、シリーズ1作目の副題にある探偵小説からの変化も含めて楽しんでほしい一冊、ぜひお読みくださいませ。